雪の重さで今にも倒れそうな木造家屋。道内には所有者不明の空き家そして空き家予備軍もたくさん悩む自治体の現状は空き家問題の解決になんとこの家が0円今日の K ナビは道内の空き家問題 こんにちはケナビ今週も始まりましたさあ磯田さん今週のテーマは空き家問題、はいはい、最近ニュースでもよくこの空き家問題っていうキーワードを聞くんじゃないでしょうかう、はい、高齢化ですとか人口減少が進みまして特に過疎の地域で大問題になっているわけです、はい、どうなっているのか今日は見ていこうと思います、はい、ではコメンテーターをご紹介します 北海道大学の平本先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますお久しぶりでございますお久しぶりでございますなんかこのパターン久々な感じがしますそうですねなんだか久しくよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいということでまずはこちらの数字をご覧いただきましょう道内の空き家ということでこれ5年前の調査なんですけれども道内で37万9800戸空き家がある結構ありますねそうなんです全体の住宅の数の13.5%もが そうなっているということなんですよね,ね、はい、ものすごい数だということもわかると思います、はい、ではまずですね旧三端地で大きく人口が減少しました三笠市を取材しました三笠炭鉱で栄えた1960年代に6万人以上だった人口は年々減少し今年1月現在で7500人を割った 平山当時、大体空き家率、これはあの市営住宅とかの空室とかも含めるんですけどもまあ12、12%ぐらいだったのが、今では30%を超える状況ということで、ですね建物のうち3分の1は空き家に近い状況にあるという状況になってますこれは三笠だけでなく、道内の過疎地域すべてが抱える問題だ。都会ででであればですねその土地を売ることで 空き家を壊して新しい建物が建てられるという部分あるかと思いますけれども、まあ、あの三笠とか過疎地になるとですねそ,のそういった土地とかの不動産の売買もまあ活発ではなく、まあ、そのままあのなんていうんでしょう朽ちていくのを建物が増えてしまうっていう状況なのかなと相続放棄だとか誰が所有しているのかわからないだとかそういったふうになっていくし。 土地の価値があればです、ね、皆さんちゃんと相続して <laughs> 適切な対応をするんでしょうけども、まあ、不動産の価値がないということでそういった問題が出ているのではないかなと思います実際に空き家を見せてもらうことにこれは一般住宅ではなくかつての商業施設だお店自体は確か15年ぐらい前に営業は終わったかなと思うんですけども。 まあその後所有者の方もいずつですね、まあ、だんだんこういった雪で雪肥とかでですね軒先もああいう風に損傷したりだとか落雪で窓が割れてしまってだとかですねいうこともあってですね、まあ、対応しなきゃならないかなとあの札幌から通る道路の一つでもありますんで、まあ、交通量、まあ、観光時期は交通量増えますしそういった時に何か起きた時にですね 道路への影響だとかそういったことも考えると町のイメージもありますんでかつては炭鉱で栄えた地区この辺だけで1万人以上が住んでいたが今は2、300人だけだ空き家の中でもそのまま放置すれば倒壊する危険著しく景観を損なっているなどは特定空き家に指定される 市ではこれまで24件を特定空き家に認定先ほどの商業施設もその1つだ特定空き家に指定されると市から助言・指導をして状態が改善されない場合は勧告・命令それでも措置を取らなかった場合行政代執行として市が解体するその場合解体費用は所有者から徴収 所有者がわからない場合は略式代執行として行政が一時的に費用を負担し解体するこれまでに代執行した現場を案内してもらったこれがもともと空き家で代執行してですねあの壊した後でして昭和30年20年代の建物ですねそれがもう猫屋敷になって もう壁もないですし、灯もないですし、窓もないですし、空き家を壊すと、見えなかった空き家が <laughs> 見えてきてですね <laughs> その、そこもちょっと調べて、ですね今後、対応を検討しなきゃならないのかなとは思うんですが。この奥にももう1がここら辺がもう、東松地区のそういったなんていうんでしょう、お店だとか、飲食店だとか、たくさんあった。 ここですね、ちょっとこの雪山ありますよね、これが個人病院だったんです、個人病院とその先生のご自宅もあったので、トタンがバタついてる、怖いっていうことがあってですね、一時期はもう消防職員がトタンをですね、固定するために屋根に登ってロープで固定したりとかもしてたんですけども、さすがにもう3階建ての建物だったので、亡くなられて、その後 あの相続放棄されてまして、ももう誰いいないと近所の方に話を聞くことができた外科病院ってね、鈴木外科っていう病院だったんですよ、<ー>外科と内科と炭鉱病院ってこれ、ここに3つの病院があったんです、その病院の裏にも住宅があの通りあるんですが、もう壊れて、雪でもなんでも、冬になったらだっと落ちるような状態で。 そこら辺に住んでられないっていうか住む人が少なくなった炭鉱地区は他にもあり市は頭が痛い特定空き家と認定しているものもそうですし今後特定空き家になりうるものもありますしそういったものはもう百0件近くはいやー正直言ってあんなボロボロのお家が ねえ点在していると、うん、やっぱりこの街に住みたいって思うような若い人たちが増えてくるかったらそうはいかない、うんね、これ負のスパイラルですねそうなんですまさにその実例だったのかなと思います、うん、国も対策はしてるいろいろ崩壊していでもちろんそうなんです、はい、実はですねこちらご覧ください、うん、去年12月に法律が変わりました、はい、大きくポイントを3つ挙げたんですけれども一、うん、つはこの 自治体が促進地域を定めて規制を緩和する。これ。空き家を活用しましょうという動きを活発にしようということですね。はい、そしてこれ。管理不全空き家に指導勧告をする。うん、もうとにかく管理する方の確保をしようという動きの一つですよね。うんうん、ですから、特定空き家になってしまうのを事前に防ぐために。こうした、えっ、ー、と、事前の指導や勧告をすると。そしてですね。この勧告を受けるとどうなるかと言いますと。勧告を受けた空き家というのは。 固定資産税の住宅用地特例ということで減額が今普通はされてるんですが、うん、それを解除しちゃいますよと、ね、ですからしっかり管理して今あるように固定資産税の減税を受けてしっかりと保全しましょうというような法律の改正というのがありました、うん、なるほど先生、まあ、国もいろいろ考えてはいるようなんですけどもこの空き家問題いかがでしょう あの基本的に経済学の誰でも知っているけれども、はいうん、ほとんど心理に近い法則って需要とと供給の関係でで価格が決まるっていうことなんですね、うん、つまりここに書いてある施策っていうのは例えば活用できるような空き家だったらば活用しましょうとか、うん、それからその空き家にまだ手が入れられるんだったらば支援法人を作って何かいいことしましょう。うん、でペナルティーとしてはこのいわゆる固定資産税の減免措置を 解除しちゃいますよ、うん、そういう、まあ、あの無知もありますってことなんだけど、うん、三笠の話はもうちょっと深刻で、うん、需要がないわけですよね、うん、そうすると値段もつかないし活用するって言ってもどうやって活用するのっていう話になっていて、うん、ですのでこういう法改正は法改正で立,立派な意味があるとは思うんだけど一方でどんどん人口が減っていく地方の空き地の空き家空き家の問題っていうのは この制度だけで十分かっていうとそうではない部分もあるんだろうなと思うんですよねさあという中で続いてはですね空き家問題の救世主になるのかということで、うん、ある企業を取材しましまた小樽、坂を上ったところにあるこの家実は去年、ゼロ円で譲渡された。車が 通る道路から一本上に入ってて夏はなんとか車が通れるんですけどうちのすぐ横の坂がでもあの冬になるともう人しか歩けないところで築100年の家何度も改築し1年前に母親が施設に入るまで一人で住んでいた10年くらい前から市内の不動産屋さんを回って。 あの家を処分してくれそうな引き取ってくれそうなところを随分歩いたんですよね。私の希望はもう本当に手放したかったんですよ。家を完全に固定資産税を払っていかなければならないですよね。でどんどんやっぱり使わないと朽ちていくじゃないですか。まず雪が心配だったんです。小樽市にも相談したが、ただでもいらないと言われ。 去年の春札幌で行われた相談会で出会ったのがゼロ円都市開発みんなのゼロ円物件不動産のマッチングサイトだその名の通り空き家を処分したい人が無償で譲渡する北海道だけではなく全国各地の空き家など900件以上の物件が掲載されている熊谷さんの家は 掲載を希望して1週間でサイトにアップされなんとその数日後には希望者が現地を訪問1か月たたないうちにスピード譲渡された譲り受けたのは群馬県の方全国の物件をリフォームして貸している大家業ゼロインっていうものの物件が私今まで見たことがなかったので私がちょっと修繕してそれで入っていただいて。 まあコミュニティをまを維持する、もしくは作っていただく、中に入っていただくっていうのが、私、いいと思ってるんですね、まあ、家にとってもやっぱりそれが一番いいと思うんですよね、これ0円でどうぞって言われても、多分リフォームに200万かかるなとか、300万かかるなと思ったら、だったらもうちょっといいやつを買った方がいいなと思うんですよね、今回、非常にの見た感じ、最初から綺麗だったんでい。いやもう嬉嬉ししくくててね

非常にそののの地域の活力の減退ににがっていいるというふうに思うんですよね5年前はもうそもそも不動産が0円だっていうことがありえないというちょっと怪しいというようなあの印象を受ける方が多かったと思うんですよね。これまで5年間で、えー、全国から約1500件のただでいいからもらってほしいという不動産が寄せられてきています。で このペースはですね、年々あの、加速してきていますので。これから先も、さらにもっともっと増えるんじゃないかなと。なんと、これまで掲載した物件の8割が譲渡成立。物件自体はゼロ円。ただし、譲渡時には、登記費用や税金がもちろん発生する。不動産のことなど、よくわからないとか。 面倒だという方がいらっしゃるのでそういった点をサポートさせていただいています最終的に誰に譲るのかは持ち主本人が決めるそこまでの問い合わせ対応や交渉、手続きなどを全て自分で行うゼロ円プランとサポートをお願いするおまかせプランがあり7割がおまかせプランを利用しているという と成立で16万5千円これが中村さんの会社の収入だ当初は企業コンサルタントの傍らでのサイト運営だったが今はみんなのゼロ円物件が本業だというえとこの突き当たりの左手ですね昔の作りなんでしょうか壁も共用でくっついてて。 本来でしたら解体してすればいいんですけど重機は入れないし不動産屋さん何軒か当たったんですけどねもう手作業で解体しなきゃいけないから相場よりも倍以上かかると解体費用が梅川さんも高校生の頃住んでいた札幌豊平区のこの家父親が亡くなって以降10年以上空き家になっていたどうしようかなと思って。 そのままにしてたら、本当子供の代まで残っちゃいますからね。私の代でなんとか処分したいなと思ってたんですよね。解体して平地にしたって、その土地売ったとしても解体費用まもうまで取り戻せないと思うんですよね。そこで見つけたのがみんなのゼロ円物件。無償で譲りたいってゅうんでしたら、おそらくすぐ見つかりますよって言ってくれて。 梅川さんもお任せプランで取引をサポートしてもらうことに札幌市内の物件ということで問い合わせも多く1か月経たないうちに譲渡先が決定父親名義だったので兄弟など相続の手続きは行政書士に依頼した譲り受けた市内の不動産会社は傷んだ家を修復し物置として活用する予定だという。 回収費用は100万円以上かかるが場所が良い物件がゼロ円なのでありがたいとゼロ円都市開発は空き家問題に悩む道内外の自治体と提携をしている自治体でもなかなかそれを譲り受けるっていうことには至らないのでそういったところの受け皿として弊社のサイトを使っていただいて。 えー、次に活用していただける方を見つけるっていうのはあのすごく相乗効果があるんじゃなないいかなと思いますその町の不動産が0円だということはその町にとってどういうことなのかそれもあのまた考えていただけるきっかけになるんじゃないかなと思ってます。 さあゼロ円都市開発の中村代表によりますとです、ねうん、マッチングの制度今およそ8割ということなんですが<ー>さらに今後は上げたいということと,、うん、と司法書士などのこう法律部門の方々、うんえー、専門家を組織化できればより効率的に作業が進むのではということで今後、考えていらっしゃるそうです、うん、いや僕これ見ててすごく面白いなと思ったのは、うん、なんでこのゼロ円物件が こう世に流通しないかって言ったら一つは不動産仲介業者がなかなか手を出せない。不動産仲介業者って物件に対して売買契約が成立しましたと一千万円の売買契約が成立しました。売り主買い主からそれぞれ手数料をいただいてまあビジネスになってますよね。だいぶゼロ円だったらそこにこう仲介手数料が発生しないのでまあ不動産業者が参入しにくいとだからああいった空き家がどん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 出てきちゃってそれが。 流通しないと、うん、そこをこう中村代表は面白い仕組みでこうマッチング制度をまあ作ってこう流通をさせようと試みたと、うんね、いうところが斬新だなと思いいまししたか、ね、かがでしょうか、ねはい、おっしゃる通りであの例えば空き家があった時にこの空き家は将来何かに使うための空き家なのかそれとも用途がなくて放置されてる空き家なのか。うん 誰にも分からないわけですよねでその結果としてもしかしたら潜在的に利用価値があるかもしれない物件が放置されているっていうことが、うんまあ、空き家問題の一つの側面だと思うんですけどそれをマッチングさせるしかもサイト上でマッチングさせることによって流動性を高めましょう、うん、で不動産の流動性を高めることによって使いたい人と手放したい人とがうまく出会うことができてそうすると空き家だったものが有効活用できる可能性がある。うんうん、でそれをあの 全国ででやってるわけですよねそうするとあ、まあ、しかもインターネットなんであの閲覧するコストも非常に低いっていうことであの一つの空き家対策の一つの方向性であるなっていうふうに思いますね,ね僕なんか音稲っぷ村で、はい、もう2018年ぐらいかな取り組んできたのが、うん、あるんですこういった空き家問題があってやっぱり、うん、あるその駅前なんですけど、うん、合宿所みたいなのがあったんですよ。はいはい でこの合宿所もう本当にボロボロでだったんですけど<お>一応おといにっぷ村の駅前一等地なんですよ。はい、で,こので所有者が調べたら地元の元のねあの議長さんが持ってらっしゃるので,で私がそれ買わしてくださいと。うん、で150万で買って600万ぐらいでリフォームして今、うん、ゲストハウスにして。 そこに社長を置いて毎月ね3万5千円ぐらい家賃頂い,いてるんですよ<お>だからあの相当長期な投資になりますけど、うん、でもこのゲストハウスをやってみてびっくりしたのが案外この真冬のこの時期にお客さん多いんですよ。うん、それなんでかって言ったら鳥り鉄いるじゃないですか。あ<ー>なれがそうラッセル社ああ それが一番よく見える部屋がそこらしいんですよすごいあの雪煙をブワーっと朝方すごいんですよその写真がだからもうずであれって時刻表ないじゃないですかないですねずっとそこです,すごい長期対策するらしいんですよなるほどねであまりにもそれはでそれだけ狙ってるのは暇だからその人スナック作ろうとでそれまたゼロ円で 仕入れてスナックにしてで撮り鉄タイミング見ながら歌ってます今 <laughs> でそのスナックの物件は1万5,000だから私ね5万円、はい、あの今家賃もらってるんですよ<お>ちゃんとお金を生む物件になったってことですもんね。そそうそう,そうで僕は美香さんのケースもそうだと思うんですけど、はい、その 今住んでるのだけどおかいないネップも,もまあ500人か六600人しかいないんですけどうん、うん、そこに来る人は結構多いわゆる、うん、関係人口はうん、うん、その関係人口にどうこの空き家を使ってもらうかっていう発想は一つのアプローチになるんじゃないかなっていうのはちょっと VTR 見て思いましたけどですから放っておいて誰も手つかずのままっていうよりは0円でもあの何か求める人たちの市場にこう上げていくってことが 一つ鍵かもしれませんねさあ太蔵さんねさ、はい、目を向けてみますと人が少なくなった地方もですけれども、うん、札幌や小樽のような都市部でも,、うん、もこの問題はあるんですす、ね、本当にそう思いますあの過疎地の空き家問題も確かに問題なんですけど、うん、例えば旭川、函館帯広釧路、まあ、こういった自治体でも、うん、駅前の中心市街地でずっとシャッターが閉まってもう何年も変わらないと。うん こういういい空空きき店舗空き家あるじゃないですか、うん、で実際僕旭川で「旭川」ってやったやめろ作る時にここでやりたいなっていうところで、うんあのー、その物件があって僕,がじ僕自身が解体するからと思って行ったんですけどねもう登記簿見てもちょっとどこの誰、うん、全くたどり着かないんですよ <laughs>、うん、いやそうするとあの物件はこの先永遠に誰も手をつけられないんじゃないかな、うん、そうすると旭川の中心地のすごくいい場所ですよ。 それが全然活用されないっていうのは、やっぱ経済的な損失は極めて大きいなと。うん、この辺りは本当、まあ行政なのか国なのか、ある程度整理していただきたいですね。どうでしょうね。うん、うねいや、あのぜひ経済第二弾。第二号。<え>中心市街地の空き家問題。いやー、これはもう拡大スペシャルできます。<laughs> いや、もう、本当、いや、これ、この問題結構重要な問題だと思います。<laughs> そうですね。もう直近にね、迫った問題でもありますからね。はい、目を向けていこうと思います。 それでは今週の K ナビはこの辺で失礼します。また来週です。